バラージャは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカドスアンカーレスに属する。ガリシア統計局によれば、2011年の人口は2889人。住民故障は、男女同系のバロレンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.91%。バラージャは、ルーゴ県の南東部に位置し、コマルカドスアンカーレスに属する。 北は、カストロベルデとバレイラ、東は、ベセレアー、南から西にかけてはアランから、西はオコルゴの、各自治体と隣接する。バラージャは、ベセレアー司法管轄区に属す。住民は30の教区の100の地区に居住する。住民の60%が第一次産業に従事、牧畜業、林業、農業などを経営している。特に重要なのは、牧畜業、とりわけ、 父さんと食肉用の畜牛で、ついで、豚、羊、ヤギなども飼育されている。他には建築業がある。自治体市長は、ガリシア国民党のマヌエル・ヘスス・ゴンサーレス・カポン。自治体評議員は、ガリシア国民党、8、ガリシア民族主義ブロック、2、ガリシア社会党、1となっている。バラージャは28の教区に分けられる。ありがとうございます。